デメ裏に聞きたい。模型パドック YouTube チャンネルメンバーシップ開始しました。メンバーになるとオリジナルのバッジの表示や絵文字がコメントやチャットで使えるようになります。メンバーシップレベルは月額の異なる3種類をご用意。その他の特典も随時増やしていきたいと思っておりますので、応援のほどよろしくお願いします。デメ裏に聞きたいコーナーということで、今日もビシッバシッと熱く語っていきたいと思います。専門家のデメさん、よろしくお願いします。はい、はい、ということで、フラットにいつもやっておりますけども、まあまだ3本目なんでね、まだまだフラットの状態でいきたいと思いますが、なんかちょっと暗くなってきたね。ね、午後、夕方雨降るんだっけ、あらっぽい予報は出てたけども、まあね、気温もだいぶ下がりまして、でも虫の音がないね。ね、秋のまだ皆さんに楽しんでもらおうと思って、時間帯であれかな、もうちょっと暗くなってくると鳴き始めるかな、わかんないけど、ということでね、今日もやっていきたいと思いますが、このコーナーは皆様のお悩みご質問に答えるコーナーとなっております。ただいま、返答期間が大体1ヶ月ぐらいと短縮されておりますので、ぜひこの機会に皆様のお悩みご質問ね、お寄せいただけたらなと思っております。さて、今回は YouTube 動画購入後すぐ不具合、販売店の対応はデメ裏に聞きたいコーナーへのコメントでございます。前田さんからのコメントです。ありがとうございます。初期不良をどこまで言うのか、箱が擦れてる、少し潰れてるぐらいは当たり前だと思ってしまってるけど、人によっては気になるだろうし、弾が出ないですら、マガジン変えたらあれいけるかもってことあって、それは初期不良、こちらやり方、もともと付属のものが相性悪かっただけの仕様みたいな、あと細かい例で私が経験したのは、サバゲー始めたばかりの頃に気に入った機種が店頭では見つからず、ネット通販を利用し届いてみると、うわめっちゃ汚い、本体なんかすごい汚れてるし指紋だらけ、これ本当に新品なんと思い、販売店に怒りのメールして結局交換してもらったことがあります。けど今思えば、海外メーカーのものって日本メーカーと違って綺麗に清掃とかされてないなかったのかもしれないし、検品や店頭試写で指紋などついてしまったのかもしれない、自分で清掃するまでが仕様だったのかなとも今では思います。また長々と書いてしまいましたが、初期不良ってどこまでを言うんでしょう、よくわからない、はい、ということです。相田さんいい人だね、本当にこういう人には初期不良対応してあげたいなと思うのが人間の心情だね。箱が擦れてるとかね、潰れてるくらいはまあしょうがないかなと思ってくださる人も中にはいれば、もちろん人によっては箱が潰れてんじゃないかとか、そうだよねっていうご意見ももちろんわかるし、であと弾が出ないっていうケースは、これ圧倒的初期不良のケースがあるんですが、いかんせんうちとしてもその弾を信用してない時もあるんですね。バイオ弾を使って撃ってたら、普段撃てたのに撃てなくなったよって言われることがあるんですよ。そうするとうちではこれは初期不良の状態で弾が出ない場合送ってもらうんですが、うちの基準弾にしてるね、東京丸井のベアリング研磨 0.2 セミバイオ BB 弾で撃って弾が出るってことが実は結構ありまして、そうすると模型パドックの立場では異常ないですって言ってしまうんですね。初期不良の段階で、まあ、お客さんの元に行って弾が出ないっていうのはもう初期不良の可能性が高いじゃないですか。だからこっちも交換をする前に現状が見たいんですよね。まあ、交換しても弾の問題だったらまた繰り返しちゃうから初期不良だって言われちゃうから、まあこの辺はね、非常にそのケースバイケースなところはね、もちろんあるんですけど、弾じゃない可能性もあるから、まずはチェックさせてもらうと。で出ないことがありますからね。ありますよね。で、ギラついたナイフのようなことを言うと、ギラついたナイフ、僕がこう、鞘から抜いたナイフの言葉を言うと、エアガンで弾が出たらラッキーだと思いなさいって海外製の僕は思ってた時期があるんですよ。そういう時期もありましたね。だから付属してたマガジンが使えないんですよ、どうなってるんですか、ああ
そうですか、じゃあお取り返しますね、また球が上がらないんだけどって言われて謎をこう一生懸命解いたことがあったんですけど、これ注目してもらいたいのがね、海外のマガジンを多弾層マガジンってゼンマイの数がもともと少ないってことがあるんですよ。東京丸井の300連ってゼンマイがちゃんと300発打ち切れるような量入ってるんですよ、まあ、1回負けきればね、もう、はい、でそれを経験してるユーザーさんたちからすると半分でまた巻かなきゃいけないって、これおかしいでしょうって言われたんですよ。であまりにも来るから何か理由があるぞこれはって、やっぱ僕らも調べたんですけど、入ってるゼンマイの量がちょうど半分ぐらいなんですよ、うん、海外のって。だからそれは初期不良じゃなかったんですね。これメーカーさんに、ね、よりますけど、はい、今でもあり得る話ですね、これはね。その価格帯が安い、まあまあ、丸井さんを僕らは基準で結構見ますので、丸井さんってよく計算されて300発この全枚量だったら打ち切れるな、ちょっと残るぐらいで済むなってやつが半分しか打てないのに全枚巻き上がっちゃうってことがあるんですよね。でレビューしてる時もあのデメリューとか浦さんの5分動画でもそうですけど、僕ら暇があるとよく巻いてるんですよ、あの打った後に。まあ、丸井さんでも、まあ、弱ってきたりとかすると全部打ち切れないとかあるんで、まあ、常にこうなんかテンションかけとくっていう意味でね、うん、巻いとくっていう、なんか喋ってる時とか打たない時とかもうカリ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 ってやっちゃうから、だから気づきにくいのもあるんですね、うん、僕らがレビューの時できるだけやらないようにしてるんだけどね、打ち切れるかどうかをチェックするのにあえて巻かないようにしてたりするけど、癖でやっちゃうんだよね。やるんだよあれなんか無駄話してる時にカリカリ巻いちゃう時は、うん、でこれは初期不良かどうかって言われたら初期不良じゃないんですよ、まあ、そういう仕様ですって言っちゃったらそれまでなんだけど、でそれを繰り返してるとうち東京マリのマガジンなくなっちゃうんですね。だからこれってもうメーカーさんの設計がそういう仕様ですよっていうのを公式で言っていいのねっていう確認を取るんですよ僕ら。じゃあこういう形ですねっていう話をするとマガジンのそれは初期不良ではなくなるんですけども、東京マリの製品を持っている人にするとこれ不良だよねってやっぱ思われるわけですよ。まあ、これは大きなこう違いが生まれるわけですね、ユーザーさんとこう僕ら販売店の。これもあるし、あとあの汚れですよね、海外の汚れすごいですなあ、中身はまだちょっと別として、箱はねもうやっぱり汚れちゃってるよね。もう箱は潰れてきちゃうし、うちでこう棚にこうね、ここの倉庫見てもらうと棚に積んでるんですよ。積んでるんだけども初めから箱が裂けてたりとかして、箱をくれって言ってもないよって言われちゃうんですよね。じゃあ返品だって箱だけでって言われるのが現状ですね。箱はちょうだいって言うんですけど、例えばもう本当に日本のね有名な丸井さんとかに箱がちょっと輸送中壊れちゃったって言ったらあの送ってもらえるんですけど、海外製の茶箱って言われるものをくださいって言ってもないって言われるのがほぼないって言われます。で、ひどい話、中は壊れてないでしょみたいなことも起こるんですよ、うん、でこれね、あの一自分のものはみんな買わなきゃそこ努力するわけなんですよそういうこともね、日本の、まあ、そういうメーカーさんのやつは買う、まあ、不買運動みたいなね、不買運動になっ、まあ、されちゃうと困っちゃうんですけどいやここのメーカーのはそういうものだと思って買うか、うん、もうそういうのきっちりしないと嫌だっていうんだったら、うん、もう違うメーカーにするとかしか、みんなでそういう風にね、そうそうそう、メーカーさんにこうアピールするしかない、アピールをしていくしかない。だからもう販売店がどんなに言ってもなかなか対応してもらえないんですよね、まあ、実際売れなくなってしまえばメーカーさんも考えるだろうと、なんで売れないんだろうってやっぱなるわけですよね。そうすればパッケージじゃないかとか輸送が悪いんじゃないかとか、仕上げが悪いから買ってくれないんだろうかっていろいろで、今活躍してる G&G さんなんかはやっぱり日本の好みを知ってるというか、日本人が納得できる箱のパッケージングをしてますよね、まあ、クオリティですよね、要はね。でも価格帯は上がっちゃいますよね、そういうことすると。でもそれに伴った製品が来てるわけですから、うん、まあ、この辺はね、まあ、ユーザーの皆さん人それぞれだと思うんだよ。安いからまあそこはまあ多めに見ようやっていう人と、うん、いやいやこの値段出してるんだからここまではやってほしいよっていう人と、まあ、それは価値観がねやっぱ違うんで、
まあ、どこまでか、まあ、逆に言えばあの箱いらないっていう人もねいらっしゃいますよね。いるからね、うん、結局捨てちゃうから別に汚かろうが潰れてようが関係ねえよっていう人もいるし、中が壊れなければいいよっていう人ももちろんいますから、うん、この辺はだから、ね、どこまでが初期不良かって言われるとケースバイケースだよね、結局は。そうですね、うん、もう他の箱もね全部潰れてるんですよって、これがもうどうしてもこういうもんなんで、まあ、ご理解いただけなかったら、まあ、最悪返品とかになっちゃう可能性はありますけど、まあ、海外製のものは基本的に、まあ、そんなもんだって言ったらね申し訳ないんだけど、まだ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 雑いね、うん、どうしてもそこが気になる方はやっぱ国産品買った方がいいよそうだね、いうことだよね。まあ、それはクオリティの差っていうのはどうしても国によっても違うし、まあ、管理体制がねやっぱ違うんでね。でもほらね、やっぱ最近頑張ってこう日本がしっかりと監修してる CAT ですか、うん、973がやってるのなんてのはもうパッケージもよくできてたりちゃんと監修してるなってすごい実感できるじゃないですか。だからそういう信頼できるメーカーさんの買ってあげた方が日本の企業も介入してるからよしってなるわけですよね。別に海外のも買うなって言ってるわけじゃなくて、それをこう気になるのであればそこをあえて選択肢に入れない方がいいんじゃないのかなと僕は思うし、答えづらい。それがこう初期不良がどこまでっていうのはお客さんにもじゃあ俺のはダメじゃんってなっちゃうかもしれないから、ケースバイケースって浦さんが言った通りだと僕も思います。違いにはなかなか言えないこの基準ですっていうのは難しい。ただ、まあ、本当にね打てないんだよと、うん、弾を変えても打てない、マガジン変えても打てない、あそれは壊れてますね、うん、っていうことで、ただそれがね1ヶ月も2ヶ月も使って打てねえって言われちゃうと、いやそれは初期不良じゃないなとか、ね、うん、まあ、届いてね1回使おうとしたら打てないんですっていうのが、まあ、基本的には初期不良だと。嘘だった、本当な、嘘のような本当の話、初期不良だと言っててネジが舐めてたのが、ああネジ舐めてたんだと思って中を一度こっちで改めてみたら分解した跡があった、これは初期不良ではないですよ分かるもんですよっていう、まあ、これはね、あの基本的には皆さんお客様をね信じて僕らもやっておりますんで、そうですね、ただ開けてみたら案外違ってたとか、あれちょっとお話と違うなっていうことはたまにあることなので、そこら辺全部何でもかんでも初期不良で OK ですよとは僕らも言いづらいでね、まあ、そこはお互いに、まあ、良識を持ってね、うん、やるしかないんで、基本的に折れるんだけどね、うちは、まあ、折れるっていうかお客さんにとって一番そうそうそう、あの最善の方法を極力ご案内できるようにさせてもらっておりますんで、他のお店は分かんないですよそりゃ、うん、どの基準がね皆さん違いますから、お店によって綺麗事じゃなくてあれなんだよね、本当にそういうのやっていかないと商売させてもらえなくなると思ってるから、最終的にねもうあのお店は使わねえよって、そうそうそう、買いたくねえ、あそこから買いたくねえって言われちゃうんで、なっちゃうから、それはもう若干、こっちがね、これだと赤字になっちゃうなと思っても、まあ今回はしょうがないやと、これもしょうがねえよいう時はありますからね、ありますよ、それはまあ、そのケースバイケースですよ。これはあの僕はねこういうことをやっぱ腹に一物は抱えながらもこうオフィシャルとしての意見を僕は述べさせていただいてますから、あくまでオフィシャルです、個人とはまた違うご意見なんでね、まあですからこの前田さんのはまあ本当にケースバイケースというのを知ってもらうといいかなと。はい、でもしね、自分が買ったやつが初期不良かなと思っても、YouTube のコメントで書かれても全く分かんないですから直接店舗までお願いしたいんですけれどもね、この間コメントで話したら直接店舗までっていうのを直接店舗に行かなくちゃいけないっていう風に、はいはいはい、私がちょっともうちょっとちゃんとしっかり書けばよかったんですけど、メールやお電話でも受け付けておりますので、もちろん直接お持ちいただいても結構なんですけれども、はい、まあ、まずはねお問い合わせいただいて、そこでちょっともしかしたら使い方の問題もあったりするからね、うまく充電されてなかった、ガスが入ってなかったとか、指定のものとは違うボルト数だったとかっていうことがね中にはあるので、まあ、そこら辺も踏まえちゃんとお話ししてご相談、していただければ、こういう使い方でこうですかですかとか、っていう話もねありますから、まあ、そこはまずはお気軽にお問い合わせいただければなと。怒って言わないでね、動かないじゃねえかおらって言われたら、ってこっちもねそれはなっちゃうから損しますよ、うん
これいついつ買ったんだけどちょっと調子が悪いと思うんだけどどうなんですかねっていうお話をね、はいはい、ちゃんと一応言っていただければ人間ですからいきなりドーンってこらえるとはぁってなっちゃう時ありますからね。損しますよ、うん、そこはもうお客さんもそれはね損しないように、はい、対応をお互いにねできれば、ね、お互いに、はい、いいかなと思いますということでケースバイケース参考にしていただければと思います。ありがとうございます。デメ裏に聞きたいコーナートークテーマ募集中です。デメちゃん裏方さんに聞いてみたい話語ってほしい話エアガンサバゲーカスタム装備品その他の悩み尋問何でも OK デメ裏が動画にてザックバランに答えます。投稿方法は YouTube コメント欄かホームからエントリー皆様からのご投稿お待ちしております。